シェーナウは、ドイツビュールテンベルク州ラインネッカー郡に属す都市。シェーナウ市は、オーデンバルトの南斜面、ネッカー川右岸の支流であるシュタイナハ川の渓谷に、位置する。地域は、北は、ハイリヒクロイツシュタイナハ、北東は、ヘッデスバフハ、東は、ヒルシュホルーン、南東は、ネッカーシュタイナハ、南は、ネッカーゲミント、西はビルヘルムスフェルト及び、 ハイデルベルクと境を接している。シェーナウ市にはかつて独立した自治体であったアルトノイドルフが含まれる。アルトノイドルフはオーバードルフとウンタードルフの2つの集落からなっていた。1975年5月8日以前にシェーナウ市に属していた集落は、シェーナウ、バイアルトノイドルフの両集落、ラントハイム・レッシング・シューレウント・リンデンバッハ及び、 ホイザー・ハッセルバッヒャーホーフであった。また、ハイソン・バウアーレンダーホーフもこの詩に含まれている。資料に残るシェーナウの歴史は、ボルムス司教により、シェーナウ修道院が創設された1142年に始まる。修道院は12世紀に、プファルツ選定校の講演下に置かれ、以後ライン級中白化の修道院とされ、その宿舎や墓所となった。宗教改革の時代に、 プフ,ファルツ選定校家はプロテスタントに改修し、修道院は1558年に選定校、オットハインリヒによって世俗管理下に移され、修道士らは放築された。領主権はプロテスタント教区、シェーナウに移された。1562年に35世帯のユグノーハ信者の難民が、ワロン地方からこの修道院寮にやってきて、小さな営農集落を形成した。 1600年頃、シェーナウは初めて、シュタットと記録された。30年戦争によって、バルデック城が破壊された後、地方行政機関、ケレライバルデックが、シェーナウに移され、1803年までこの地に置かれていた。19世紀の初め、シェーナウは、バーデン領となった。1900年頃のシェーナウの人口は約2000人であった。 1935年にシェーナウは都市圏を剥奪された。第二次世界大戦後シェーナウは553人の難民を受け入れ、人口は1947年までに3035人と増加した。この都市はバーデンビュールテンベルクの市町村再編の際、1975年5月9日に、それまで独立した自治体であったアルトノイドルフを合併して、 現在の形となった。さらにシェーナウ市には、リンゲンバッハ入植地とハッセルバッハー法を含んでいる。シェーナウの市長者この市は、シェーナウ自治体行政連合、及び、主体なハタール推理連合の本部所在地である。市議会は、議長を務める市長のほか、14人の議員で構成される。2007年10月8日以降のシェーナウ市長は、マルクス・サイトラーである。 ザイトラーは二度目の投票で長年にわたり市長を務めてきたフィリップ・クレーマーを僅差で破った。ザイトラーは2015年の市長選挙でも第1回投票で87%の票を獲得して二人の対立候補に勝利した。ザイトラーは2019年7月21日にホッケンハイムの上級市長に選出された。これに伴い彼は 8月31日にシェーナウの市長を辞任した。公認にはマール・ヒアス・フリックが選出された。彼は2020年1月1日からシェーナウ市長に就任した。1975年以降の市長を列記する。図柄、銀字に左を向いた飾りのついた青い指教図絵が、基部から突き出す形で描かれ、それにラテン文字の S が絡みついている。 この紋章は1862年から使われた修道院の紋章に由来する。死の旗は変則的ではあるが、紋章の色とは異なっている。紫と白で二分割されそれぞれ緑の波帯が描かれたものである。これは1604年のフリードリヒ音世の紋章台帳に由来する。シェーナウのプロテスタント教会シェーナウスポーツセンターはサッカー場。 当的施設を含む、陸上競技場、屋内プール、体育館、3面のテニスコートからなる。他には、アルトノイドルフ地区に、サッカー場と体育館がある。これらのスポーツ施設は、TGM、VFB シュナウ、TSV、シュナウ、スキー、テニス、SV オルタニュドーフが利用している。有名な企業としては、がある。 1928年から1981年までの間、シェーナウはネッカーシュタイナハへの支線鉄道沿いに一致していた。旅客運行は早くも1969年に廃止された。ハイデルベルクからシェーナウへはバス路線の735系統が運行しており、週末には34系統の夜行バスも運行している。5トル離れたネッカーシュタイナハまで、 S ンの視線を通すことが検討されている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。